もご視聴ありがとうございます。車の話題です。私は今ですね、手賀沼湖畔の道の駅湘南というところに来ております。後ろに見えるのはですね、通りを挟んだ満天の湯という天然温泉ですね。柏天然温泉満天の湯というのがね、私の後ろに見えてますけれども、今日実はね、ドローンを飛ばしに、手賀沼に来たんですけどもね、雨が降り出してきちゃいましてね、ちょっとドローン飛ばすことが無理だということになりましたので、今日はね、この道の駅湘南のね、ご紹介、また近辺のご紹介などをさせていただきたいなと思って今動画を上げております。さっきまで、ね、雨降ってなかったんだけど、やっぱりね、朝から曇りがちで案の定降ってきちゃいましたね。はい、で今私はね、この道の駅湘南の駐車場の中にあります、まあ東屋の中にいるんですけれども、まあそこでこの動画を撮っております。ちょうどですね、あそこの奥にある見える建物が、現在の道の駅湘南ですね。はい、もう結構ね、歴史の古い道の駅でですね、農作物、地場産のね、野菜なんかも結構ね、土曜日、日曜日、朝市なんかで売られてましてね、非常に美味しい野菜なんですよね。まあ、稀に日曜日の朝早くからね、新鮮な野菜を買いに来たりもしておりますと。で、あっち側に見えるね、建物ね、あれね、今ね、リニューアル工事をしてね、どうも道の駅をね、新設してるみたいなんですね。ですからこちらの古い道の駅からあちらの新しい道の駅へと、移転されるというような計画のようですね。まあ建物の方はほぼ出来上がっているようなんでね、いつから新しい道の駅を見直すのかっていうのは楽しみですね。それではちょっとこの近辺ね、歩いて回ってみましょう。はい、それではね、今からこの手賀沼をね、の真ん中に架けられている手賀大橋に向かって行ってみましょうね。手賀大橋からね、手賀沼がよく見渡せるんですけどね、今日ちょっと天気が悪いのでね、どこまで綺麗に見えるかわからないんですけれども、まずは手賀大橋から手賀沼を覗いてみましょう。手賀大橋ね、この橋をね、向こうに行くと我孫子市になります。はい、こちらがね、手賀沼の、風景ですね。手賀大橋の田元から見た手賀沼の風景ですね。ちょっと雨が激しくなってきましたんですけども、まあ、もうちょっとね、ご案内いたしましょう。このね、手賀沼、昔は結構ね、水質が汚いっていうことで有名だったそうですね。生活のね、排水がこの沼に全部流れ込んできて、匂いとかね、色とかね、結構汚い湖だったんですけどね、いろいろ浄水設備とかを作ったりとか、まあ、水質の改善などをして、今ではね、この市民の憩いの場所となってね、ここで皆さん楽しんでるわけですね。ランニングしたりとかね、自転車乗ったりとか、ここね、サイクリングコースちゃんとね、人用と自転車用と分かれてね、一周回ると結構な距離ですね。30キロぐらい近くあるんじゃないですかね。今日はね、曇りなんであんまり景色よく見えませんけれどもね、まあ、私はいつもね、この手賀沼の上空でドローンを飛ばしているという感じですね。はい、左手に見える建物ですね、屋根が三角形の建物、あそこはね、満天の湯と言いましてね、天然温泉なんですね。温泉が湧いてるんですよね。私もね、コロナ禍の前はね、ほぼ週1でこの満天の湯に来てね、まあ、露天風呂があるので、まあ、そこでね、疲れを癒しによく来たんですけども、やはりね、コロナ禍になってからは
まあ、人との、ね、接触を避けるために、まあ、残念ながらね、まあ、2年近くこの満天の湯には来ておりません。道の駅の建物のそばまで行ってみましょうね。本当はね、道の駅の中に入ってご紹介したいんですけれども、ちょっとね、やってないということですね。もちろんあの緊急事態宣言もあるということですしね、なかなか人と接触することも避けなければいけないので、今回は中には入りません。こんな感じですね。結構ね、この道の駅 YouTube なんかにもアップされててね、かなり YouTuber の方が訪れてるみたいですね。こんなような張り紙を貼ってね、感染対策をしているようですね。大声での会話をご遠慮くださいと、ちょっとひそひそ話でね、話してますけれどもね。はい、これが手賀沼の周遊マップっていうやつですね。今私がいるのはこの辺りですね。道の駅さんなんていうのでね、海岸の方にはね、鳥の博物館っていうのがありますね。これ確かね、元皇族の方、黒田さん、ちょっと名前忘れちゃったんですけどね、その人なんかも以前この鳥の博物館、今の天皇陛下の妹さんですね、もう勤務されていたところですね。このでね、この今駐車場の奥にある、ね、このプレハブの建物なんですけども、実はね、この手賀沼周辺我孫子市柏市ではね、このレンタサイクルっていうのをやっててですね、何か所かでね、でここでレンタサイクルして手賀沼の周りを回れるんですけども、今はね、新型コロナウイルス感染症に伴いレンタサイクルの貸し出しを止めない中止しています。まあ、これ当然ですね。はい、それでですね、この湘南道の駅の建物からもうほどなくすると、もう 4,50 メートルも歩くと手賀沼の湖畔に着きます。今そちらに向かって歩いておりますね。もうすぐですか。結構ね、土日いい天気だとね、サイクリングとかウォーキングする人がね、結構この道の駅湘南に集まってきて、この建物の中のレストランでね、食事を取ったりソフトクリーム食べたり飲み物飲んだりと、結構にぎわう場所ですよ。はい、これさっき私が上から撮ってましたね。これ手が大橋、夜だと結構ね、ライトアップされてね、この道のなんていうんでしょうね、ライトアップされた風景が綺麗ですね。本当にね、いい天気だと非常にね、湖面も青色となってね、非常に感じのいいところなんですけどね、今日はやっぱりね、曇り空なんで、あまりその感じをお伝えすることはできませんけれどもね。ここではね、白鳥ボートっていう乗り場があってね、まあこういう前に見える白鳥のボートで湖面散歩をできるような形になってますね。ちょっと前までは結構なんか荒れた感じだったんですけど、結構綺麗になりましたね、この辺もね。はい、というわけでね、本日は、地元の道の駅湘南をご紹介させていただきました。あまりね、地元のことを紹介することをしてなかったので、今後もね、折に触れて地元の、有名な場所とかね、有名な食べ物とかご紹介していきたいと思いますので、ぜひとも次回の動画もご覧ください。チャンネル登録、いいねボタン押していただけると動画作成の励みになります、というようなワンパターンの言葉ですけれどもね。本日もご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお目にかかりましょう。さようなら。
よなら。